け。そんなわけで宇都宮に来ました。宇都宮に来たんで、まだ1時間ぐらい余裕があるからちょっとご飯を食べようかと思って、今駅ビルに入った。果たしてここになんかそういうものがあるのかどうか。あるっしょ、宇都宮っぽい飯頼むよ。餃子でしょ、やっぱ餃子。あ、でもみんなとあまり餃子とか悪いな。あ、でも餃子ある。餃子さつき餃子。あ、これは餃子小町。あ、餃子小町10時からやん。10時はちょっと間に合わないんじゃないですか。ちょっとフラッと行ってみようか。これはあれだな。おお、全部閉まってた。全部閉まってたよ。マジかよ、食いたかった。10時まであと何分ですか。結構ありますね。じゃあまた。